シです。どうもサクサクミルクの赤崎です。はいさいセオです。現地の人みたいになっちゃったけど、はい、どうも現地の人、夢を語れ沖縄です。マシマシアート2018の新人賞のお店ですね。先日ね行ってまいりました。アワードということで今回地図からご覧ください。那覇空港からですね車で約30分でございまして、ユイレールというね、那覇だけを走ってるモノレールを使った場合は、終点の首里駅から15分ぐらいで首里城なんですよね、ございますけども、でお店の前にこういった駐車スペースが大体3、4台かな、まあ、ありまして、こういったちょっとおしゃれなね、カフェっぽい確かに外観と、おーすごい、そうなんですよ。琉球大学がこのちょっと手前にありましてね、学生さんであふれ返るようなあーなるほどね。そしてメニュー、これ実はなんとね食券制なのに券売機がないんですよ、どういうこと。で助手のねお姉さんがこう聞きに来てくれるんですね、あーなるほど。で会計済ますとこういったキーホルダーの食券を、まあこうもらえるんです。持ってないとこれを、はあはあ、でその後でこれをカウンターにこう置くと、はあ、だから単純に券売機がないというね。なるほど。代わりにじゃあキーホルダー。そうなんですよ。でこちらをご覧ください。お待たせしました。店長おすすめのね、こういった。いってらっしゃい。ブラウザを使います。ブラウザ？はい。これです。あれやだ。こおすすめなのに。こうすめ本当に。スープまでの最短距離という技らしいんです。これが。あ、店長さんがこうした方がいいですよっていう。そうそうそう。いきなり飲んでねという。もう一回着丼ということで、今回頼んだのがまあラーメンに、全部マシマシにしてですね。なんとギルティー。ギルティ。こちらですギルティ。はあ。これが何なのかというのは後ほどまた。はい。お残ししていい権利ですか。違うんです。いやギルティだからね。違うんです。違うの。説明していきますけども。まずはね、あの豚ということで、引き出していきます。特に豚増しはしてないんですけども、巨大なねわらじのような豚が入っておりますが、わらじって、赤身の多いヘキスマル豚のような引き締まり豚、そうですね。で、まあ、これあの夢を語れば、あの例のごとく藤丸ゆずりなんで、スイート、あ、じゃスイート醤油豚ですね。スイート醤油豚ね。でこういったもの、油もねちょっと噛み締めていきますけども、油もスイート、いったね一気に。スイート油なんですね。ちょっと甘みがあってね、醤油も効くという、あの好きな人はたまらない、あの味ですね。でスイート返しにこうどっぷり浸していきますけど、3スイートいただいてますね。3スイート、3スイート、ややシャキ寄りでね、ギノワンの歯応えを感じますね。これギノワンの歯応え、ギノワン氏なんでここは、はい、ギノワンの歯応え、ギノギノの、もうギノ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 ですね、ギノギノ。そしてね、極太の平打ちタイプ、わすごい、おいしそう、とやね、一気に食っていきましょう。ちょっとレンゲが邪魔だったよ。あーもう天地返ししちゃってよくね、遮るよね、レンゲで隠してるみたいよく隠す。まあまあ、あれおいしそうですよ、やっぱ、夢中になっちゃったんで、ちょっと画角もね、ミスっちゃいましたけども、表面油もあるツルツルの喉越しだよ、はい、ニンニクもたっぷりで、頂点にニンニクを乗せて、おっと、シャワーをかけていくぞ、ちょっと一発これがね、デイジカラさんなんだね。現地のデイジカラさんだよ、ミフェデビル、すんげえ辛いよということで、あ、そうですね、俺今ありがとうって言っちゃいました。ありがとうって言ったんか、今分かんなかった分かんなかった。レッツダーラブラにね、これ唐辛子、それがギルティ、そう、これがギルティなんです。これがもう、ここの店長さんが考案したという。あ、なるほど。そう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 、藤丸家の別皿油に。そうなんですよ。さらに、最初から唐辛子が入ってます。で、これをいくとですね、おっ、よっ、よっ、食ったら、うん、聞いてください、私の一言を。はい、あとゾワーってきますね。ゾワーっとくるんですね。どういうこと、大したこと言わなかったですけどゾワーっと、あの一気に脳天まで駆け抜けるような刺激がくるんですよ、すごかったっすね。で、コールの時にね、あの、まあ、ニンニク、野菜、油、そしてギルティというと、これをつけてくる。なるほど。なるほど。らしいです。店長さん考案ということで、食べ進めていきまして、ちょっと辛いなと思ったら、なんと麦茶がある。あ、いいですね。スープの味が濃いんで、お茶が負けないように濃い麦茶にしてるということで、残念ながらギノワン水の解説はできませんでしたけど、ギノワン水だとどうだったんですか。ギノワン水だとやっぱり北部のね、ダムからね、貯水してきているんで、はい、まあヤンバル水となるのかな。まだまだヤンバル水、終わりと見せかけて、はい、なんとですね、
夢を語れでは文字通り店内で夢を語るシステムがあるんですね。で希望者は好きなタイミングで自分の夢を語ることができるんです。はい、ということでね、ちょっと聞いてください、はい、何をしたのか。6年目の芸人赤星と申しますが、夢を語らせていただきます。私の夢はですね、こういった場所で面白いことが言えるようになる、これが夢でございますいや一番大事なことね。あと皆様がチャンネル登録をしてくれる、これが一番の夢でございます、ね。赤星マシマシ TV と申しますので、よろしくお願いいたします。せーの、グッジョー、ありがとうございます。やったー、美味しかったです。ごちそうさまでした。という、そうですね、面白さよかったと思います。チャレンジするアットホームなね、空間だったなっていう。そうなんですよ、いろいろさせてくれた夢を語る沖縄さん、マシマシレベルは90ちょうど90代ということでございましてね、すごいね、この子。いや、そう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 、頑張ってこうぜって感じ。まあ、面白さはどうか。いやいや、難しいよ、あれ、チーンって鳴らして、あそこで、結構いろんなこと言うのは。ちょっと真面目なの聞きやがったんですけど、ね、そっちか、いや、二郎系のお店でこんなに自由にやらせていただけるというのも、いや、そうね、非常に、面白かった、ね。というのもね、実は、はい、夢を語れ東京、まあ、東洋大学の近くに、白山の、副店長が、この僕が沖縄に行くよって言ったら、こちらの店長に直接マシマシ TV が行くから気をつけろっていう警告をしてくれたので、それでこういろいろ準備してくれたので、ありがたいこと、ありがとうございます本当に。ということで次はね、豚マシをしにぜひ行ってみたいということで、沖縄にもう一回しとけよかったじゃん。確かにちょっとやっぱり藤丸系って聞くとビビっちゃうからさ、量的に。いや、いいじゃん、マシマシ TV か、沖縄まで行ったんだからさ。もう一回沖縄の料理を食べて。そうです、というわけで素晴らしい2軒分でございました。また行きましょう。はい、メンソールじゃなくてのやつ